こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。八仙、雨が多い期間言われとってな。嫁取りやら造作やら仏事なんかは今日やって言われとるよ。六曜は仏滅、新しく始めるんは今日、吉凶なしの法事なんかは吉とも言われとる。今日の干支は水の犬。水の絵は矢の水、犬は陽の土。よさかいに陰陽五行の流れは土は水を濁すいうことで、そうこく物事が順調にいかへん言うけよ。まあざっくり暦の注釈言わせてもうたけんども、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたね。